応あの昨日の特派員協会での会議してるんですけども、理解を得られたとお考えですか。いや、1回では無理でしょう。何回もやりません。いや、まあですから何回もというよりもどういうことかと問われれば、こういう趣旨ですということを説明し続けるしかないんですよ。それは1回や2回で、もうこう固まってる考え方、固まってる認識を、まあ、それについて、ちょっと違うんじゃないですかということを言おうと思えば、それは1回、2回では無理です。各国の報道ぶりはご覧になってますか。いや、まだ見てないですけれども、その各国の記者の反応を日本メディアが報じたものは見てます。ですから、まあ、さあ各国の記者もね、この慰安婦問題についてはもう一定の考え方というのが固まってますから、さあ僕が言うことに関してはそれは納得できないと各記者が言うのは当然だと思いますね。ただ慰安婦問題の河野談話の話だけじゃなくて、戦場の性の問題については、まあいきなりこんなことを持ち出して、論点のすり替えじゃないかということの意見もありましたけど、多分この部分を突きつけられると世界各国はきちんと反応はできないと思いますけどね。結局日本の特殊性っていうものが、まあ、軍が関与して、まあ、国家が組織的に、その女性を拉致するなり、人身売買するなり、まあ、国家が組織的にやっていたということを特殊的な、まあ、特殊性として、世界各国者みんな挙げられるんでね、やっぱりこの談話というものがすごい影響してるなということを痛切に感じましたね。曖昧な記述があるがゆえに、世界各国は日本の特殊性はこの談話で位置づける、この談話によって日本が特殊的なものだというふうに位置づけるし、だけどそこはそこで日本も反省しなければなりませんけど、民間業者だって民間業者で働いていた、まあ、女性だって、これはある意味、まあ、日本の慰安婦が性奴隷であれば、民間業者で働いている女性も性奴隷であったことは間違いないと思いますよ。人身売買という事例もあったでしょう。貧困から意思に反して、そこで働かざるを得なかった状況もあったと思います。だからやっぱり日本を正当化するつもりはないですけども、日本だけを特殊なものとして批判して終わりにするっていうのはやっぱり違うと思うんで、まあ、民間業者の女性を利用することはそれはいいんですかという僕の問いに明確に答えた世界各国の記者はなかったというふうに思っています。まあ、これからね、戦場の性の問題、軍と性の問題というのは徐々に、この研究成果というものも現れてくるんじゃないでしょうかね。実際にアメリカではね、ノルマンディ上陸作戦においてフランス人女性がどういう状況にあったのかということをについてのその研究書がどうも発刊されるということも報道でありますので、戦場での性の問題、軍と性の問題というものは日本に特殊なものではなくて、世界各国はみんな反省して考えなければいけない問題であるということがこれから徐々に明らかになってくると思います。欧米の判断は、これは幹部会議でいろいろ議論してもらって最終的には中止します。まあ、延期、まあ、中止ですね。中止で決定です。中止の理由について、理由は総合判断です。今のこの状況で、僕が公言することについて、まあ、メリットはないし、まあ、地元にもいろいろ負担もかけるでしょうし、まあ、議会からもいろんな意見が出ましたので、そういうことを総合的に判断して、まあ、中止ということにしました。これ市長の意思としてはつもりはあるんだけれども、まあ、市役所という組織としてできるべきではないという案を市長が飲んだという、そういうこと。いやいや、僕は中止の方向で検討してほしいと思っていました。市長としての公務で外務市長が、まあ、ご自身の政治的な発言で中止になるということかと思うんですけど、いや、そういうことはよくあることだと思いますよ。それは国レベルでもいろんな政治的なそういう発言によって、お互いに訪問、そういうものが取りやめになる。なるとか、そういうことあるわけですから、市長という立場には政治家的な要素もあるわけですからね。大阪市政についての発言のみならず、その他の発言によっていろいろ行政が影響を受けるということは当然あると思います。
あることだと思います。それについては、最終的には選挙での審判、そういうところに委ねられると思います。キャンセル料は地域公費から出資です。そうです、はい。それについて批判もあり得ると思いますが、それについても同じ選挙で審判する。そうですね、法的には問題ないということになりますので、あとは政治的な部分は選挙で審判ということになります。決断されたのは今日ですか？最終的にはそうです。それは昨日の反応を見てということですか？いや、検討指示はもう週末に出してますので、中止の方向での検討指示は。具体的にそのアポイントがキャンセル向こう側からあったとか、そういう具体的ななんか難しい状況というのもあったとか、ね、いや、そのあたりはまあ正式にこちらもまだ海外に行って、決めて、先方に伝えたわけではないですから、地元でいろいろな負担をかけてしまうというところですね。そちらの方を、重視しました。負担というのはどこにかかる？いや、それはもう地元のいろいろ彼に警備面だったりそういうことですよね。地元というのはアメリカの地元訪問先ですね。週末その指示を出されたというのは、まあ、当初はその、まあ、視察面会がなかなか叶わなくても視察という意味でも行く意味があるんじゃないかという話もありましたけども、いや、視察といっても行政視察ですからね。だからそれがなかなか難しいということも局から報告も聞いてましたので、キャンセル料やその他もろもろ含めて行政的にちょっとしっかり検討してほしい、まあ、中止の方向で検討してほしいということは伝えています。松井知事は単独で行かれるので、その辺りご相談はされていますか？松井知事はスケジュールがそのまま確保できれば、まあ、僕とは全く別ですから、大阪府知事ですから、松井知事は松井知事で、ここで、検討するということです。市長は行かれなくて、例えばその局の幹部の方だけで、例えば知事同行していくとか、そういうことっていうのはありえるんですか？それは今、行政的に考えてもらっています。僕が行くと地元に負担がかかるということですから、そうならないやり方で、役所と役所と役所と、まあ、役所の、まあ、行政としてのそういうつながりということができるようになれば、それはいいことだと思いますから、それは行政的に、まあ、組織に今詰めてもらっています。はじめに延期ということの一言ありましたが、今後そういう機会があるのを模索していきたいという、そういう考え。まだそれは状況いろいろ変わるでしょうしね、その時の状況で、まあ、ただ今延期といっても中止であることは間違いないので、中止は中止で、またそれは状況によってその時にいろいろ考えればいいということに思ってます。中止による政治的なダメージというのはあるというお考えですか？いや、それはもう国民の皆さんが、有権者の皆さんが判断することだと思います。市民に対しては何か説明の言葉ありますか？ただ、もともと訪米にて正式に決定してたわけじゃないですからね。ただ、訪米されるということはもう、市長ご自身もこういう記者団の場でお話をされていますし、ただ、正式決定の前に言うこともあるでしょうしね。だから、しっかり正式決定、する前の段階で、まあ、いろんなこういう状況の中で、中止にしたということですから、まあ、これをもって、もうあとは市民の皆さんで判断してもらうしかないです。市民の判断をするにあたって、まあ、今回 の、 その訪米に向けてのいろんな準備にかかった費用が、まあ、こんだけでしたと、でこれを市税から使いますというような説明はどこかでする？議会から求められればしますけども、もしそういうことになれば、今回の訪米日程に限らず大阪市の事業で中止になる、変更になるということがもういろいろあるわけですから、それにかかった費用をその都度その都度計算するというのはできませんので、まあ、議会から求められれば、進歩政治家としてアメリカに行くっていうことはいつかはしようというのは、どうでしょう、それはまたその時に判断しますけど、自らの発言で中止になったということはやはり残念だというふうに思われますか？そうですね、うまく自分の考え方が、先方に伝わらなかったというのは、これは正直残念ですね。市長、昨日の会見でやはり誤報が原因であったという認識を改めて示したいと思います。必ずしも誤報ではなかったという見方が、まあ、私も含めてですけども強い、当時の発言内容とそれから報道内容ですね、見比べてそうだと思います。で、実際市長も当初14日の朝の段階では朝日新聞にしても毎日新聞にしても比較的正確にであるとか、
ェアな報道をしているとおっしゃったんですが、その1日後ぐらいのツイッターで、朝日新聞はフェアじゃないという話に変わってるんですよ。でそこは要するに世の中の反応の風向きを見てですね、メディアに責任を転嫁しているというふうに思われても仕方ないと思うんですけども、それについてはどう？でそれはね、最初の記事は一問としっかり出してくれてましたので、それがまあフェアだろうと思ったんですよ。全体の文脈が分かりますから。その次の日から主語も全部飛ばして、僕自身が必要だ、また当時っていう言葉が昔でですね、まあ、朝日新聞と毎日新聞が、まあ、今も毎日新聞が狂ったようにキャンペーンやってますけども、必要だ必要だっていうことを、それが当時の話なのか、また僕が必要と考えてたのか、それは文脈上か見てもらったら分かるように、当時世界各国の軍が、まあ、僕は慰安婦制度っていう言葉を使ったのは、まあ、日本特有の問題でなく民間業者も含めて女性を利用してたっていう意味でそういう言葉を使いましたけれども、文脈を考え全部出してもらえれば、世界各国の軍が、まあ、当時必要としてたんじゃないでしょうかねっていうことが伝わると思う。でその後も記者の方がじゃあ現在必要なのかというと、いやそれは必要ないですよって話をして、一番最後の方ではこの談話についての解釈もね、なぜ日本だけが非難を受けているのかといえば、この強制連行の有無というところについて、まあ、曖昧といいますか、この談話というところは問題になりますよね。閣議決定でも2007年の閣議決定でも強制連行を直接裏付ける資料というものがないという閣議決定がありますからねっていう全体の趣旨が載っている分については、まあ、フェアかなと思ったんですが、翌日から一転して朝日新聞と毎日新聞は当時とか世界各国の文化とかそういうことを全部抜かして、僕が慰安婦制度が必要だというそういうキャンペーンを張りましたから、これはやっぱり違うと思いますよ。そこはだから当初通り全文を全部出してもらって、でそれについて の意見とか評価をしっかり求めるような報道だったらよかったと思います。続報についても一目当初の発言を全文掲載せよと、でそれがなければ誤報であるという認識。全文じゃなくても文脈はきちっと伝えるべきだと思います。誰がどの時点でそういうふうに考えたのか、誰がは、これは決定的な誤報だと思います。主語はあれは文脈見てもらったら分かりますけど、当時世界各国の文化ということで、歴史的な文脈、歴史的なその事実を僕は言ったわけですから、まあそこに誰だって分かるでしょっていう言葉を使ったから、それは主語が僕だっていうんだったら、それはまあ全体のその文脈の中できちっと伝えてもらわなきゃいけないわけで、やっぱりそれはメディアのその当初朝日新聞や毎日新聞が当初全体の文脈を講じていたところから文言を抜き取って、僕自身が慰安婦制度必要だということを言ってるっていう、その見出しをつけ始めたところからこういうふうになったんじゃないでしょうか。昨日の会見でその質問、そこの辺の質問が出なかったみたいですけれども、それは要するに外国メディアには理解されているであろうというふうに。いや、質問というよりも最初に僕がペーパー出してますんでね、それについての打ち返しとか問い合わせはなかったので、それはもう伝わっているであろうと。いや、それは分かりません。それはもう記者の方に、外国人記者の方に取材してもらわないと分からないですね。外国人記者の方はそこのところにほとんど関心を持っておられない。こちらの取材でもですね、その主語がどうかということを橋本さんは昨日もその事前の公表した分よりも前にも重ねて一応ご説明されておられましたけれども、そこには関心がなくて、むしろその強制連行の有無に関するその歴史認識をきちんと問いたいと。そういう意味では市長が力を入れて説明しているところにほとんど関心が払われていないというところについてはどう思われますか。ただ当初世界のニュースで駆け巡ったのは僕が必要としているというところから駆け巡ったんですから、強制連行の有無の話ではなくて、僕自身がそういう慰安婦制度というものを必要としている、容認したというところからスタートしたわけですから、もう僕がそれについて、いや僕が思ってたわけじゃないんですよという説明については、あそうですかしかないんじゃないでしょうかね。世界各国が戦争当時、戦争の悲劇でもありますけれども、戦時中女性を利用していたということは厳然たる事実であって、ね、
それは軍が必要としてたからみんなが利用していたことはこれは事実なわけですから、その部分については反論はできないと思いますけどね。だからそれを僕が必要としていたとか僕がそれを容認しているっていうことになればそれはみんなは一斉に批判するんでしょう。そうではないですよってなればそれ以上理由がないと思うんですよ。だから河野談話といいますか共済連合の方に話がシフトしたんじゃないでしょうかね。先ほどそのうちも含めてそのキャンペーンみたいな言葉もありましたが、はい、少なくともその記事の中で、まあ、当日フェアフェアだって書いていただいた通り、まあ、なるべくそのまま伝えようとはしていましたし、うん、なんかその市長があえて橋本さん自身がこういうことを思ってますよっていうような書き方をしたつもりはありません。14日の見出しはでも慰安婦制度必要で見出しはですね文字数が限られている関係もあってまあ、省かなきゃいけなきゃいけないところもあるんですが、でも省いちゃいけないところもあるでしょう。そこはまあその本文を読んで理解してもらうというところ、まあ、そこは多分議論のあるところだと思うんですが、それはね、ただその例えばキャンペーンを貼ってねじ曲げようとか、なんか一部だけ取り出してそこだけ古代にしようとかそういう意図を持って報道したというつもりはないので、まあ、それは最終文の意図であって僕はそうじゃないという感じでここはまあ見解の違いでしょうがないんじゃないでしょうかね。それはだから見出しだけであってもやっぱり誤報というふうに、それはそうでしょう。非常に重要だと思いますよ。やっぱりそれは国語なんですから誰が必要と考えていたのか非常に重要な問題なんだから一言一句正確を期すべきだって言ったのは朝日新聞じゃないですか。でペーパーを使ってでも一言一句を正確を期すべきだってことですから文字数に制限があるからといって省いちゃいけないところを省くなっていうのは僕は報道のあり方としては言語道断だと思いますけどもね。それは文字数の制限といっても自社の都合であるし別にあそこに当時とか世界各国の軍が当時、歴史的に必要としていた事実別にそうだったらあそうですまあそうだわねというふうになる人も多いと思いますけどね。そこに僕がなのか当時なのかそういうことを省いて慰安婦制度必要ってやればそれは誤報だと僕は思います。まあ、一応考え方としては我々はその見出しも含めた記事全体というので報道一つの報道というのを考えているのでそれは例えばその本部の中でその当時であるとか、まあ、当時必要だったというようなことを書くことで記事全体としてはそれを読者に理解してもらうという、それは国民の知る権利について非常に横暴な考え方だと思いますね。国民の皆さんがどう感じるかというところが重要でそれは供給者側の論理です。自分たちもその表現を理解してくれる。じゃあ世界で駆け巡ったその報道を見ればセクシャルスレイブリーシステムはずネッサリー、多分あれ朝日の英訳もそうなってるじゃないですか、それが駆け巡ってるじゃないですか。だから僕が作った英文のような形で、きちっとやってもらえれば世界を駆け巡ったああいう報道にはならなかったと思いますよ。今のその英語の部分でまずいのはそのセクシャルスレイブリーとかその部分です。つまり過去形になっていて、is necessary になっていれば、まあ、客観的にそういうのが必要だったという、それは、そう、国語の主語になったでしょう、その前の文とかになると。まあ、argue とか、いわゆるその主張したとか、そういう考えを述べたとか、そういうのはついてますけども、やはり彼がそういう考えを持っている、彼がそういう考えを述べたというのは、まあ、ざっと見た感じですけど、英文でですね、当初からそういうのが書かれてたというのは。世界各国の文がってなってないですよね。だから、ニーズってこっちは書いてますからね。ここで一問一答で必要ってことはネセサリーだと言われましたけど、僕が言ったのは必然性じゃなくて、それはニーズだと。だからこちらの英文、英文ではニーズになってたと思います。ニード、求めていたと。世界各国の軍がね、僕が求めてるわけでもなく、僕が必然性だと考えてるわけでもなく、歴史的な事実としてその軍が求めていたんじゃないですかっていうことを、まあ、今回は僕はそういう英文にしてますけどね。まあ、ここはだからもう、それはそちらキャンペーンではないと言っても、ここはそうだというふうに思ってるし、徹底して慰安婦問題については取り組まれてきた朝日新聞ですから、それはこだわりもあるだろうし、毎日新聞はね、未だにいろんな見出しをつけながら、ことの本質を論じない、そういう報道にもなってるし、まあ、これはまあ、ある意味、報道として、それらが僕は報道の自由として認めてるっていうふうに言ってるわけですから、僕はそれは誤報だと感じてるっていうのも、僕の認識として、それは認めてもらいたいですけどね。まあ、一点確認させていただきたいのは、その誤報とおっしゃるのは、意図的なというふうに私は考えられているということです。僕はそう思ってます。毎日新聞は完全に意図的ですけどね、それは。
僕はびっくりしたんですけどもね、僕も市長という立場で自分が偉いとは全然思わないですよ。まあ、普通に家に帰れば、普通の子供の父親でもあり、まあ、地域で普通に暮らしている人間ですから、記者の人っていうのはこうなんていうんですかね、公人に対してはなんかちょっとこう変なスイッチが入るのかね、初対面の相手にね、お前ちゃんと答えてないだろうとかね、そんな言葉をかけますかね、初対面の人間にね。社会人同士だったら、いやそれは違うんじゃないですかとか、きちんとそれ問題に答えてください、まあもう何べんも聞いた、それ何べんも言ってるだろうとか、ちゃんと答えろよとかね。毎日新聞の記者っていうのは非常に横暴だなと思いましたね。毎日新聞の記者がすごい日本人記者の席で社会人としてはありえないような言葉を、僕は初対面で会ったこともないので、まあ、そういう言葉を発してたわけですからね。サンフランシスコ市との関係を伺いたいんですけども、50年以上し毎年関係があると思うんですが、17日付でサンフランシスコ市の女性地位局長が夜は地元市長が発言して自称の抗議声明を掲載していて、これに対しては誤解に基づくものがあるのだとすれば、例えば昨日発表された映像を、まあ、同じ新聞に寄稿するとかですね、何らかの対応、いわゆる関係者の対応みたいなのを考えてますか。もうサンフランシスコのサンフランシスコ市の幹部の皆さんも、その僕が作ったペーパーをもう入手されているということを聞いてますので、まあ、そこはちょっと役所の対応に任せます。どのような形で対応していくのか。地元の新聞には英語で、まあ、ウェブでも見れるんですけれども、まあ、抗議声明が載っていると、まあ、地域局、女性地位局として、まあ、抗議するというような日本語から先生英語の訳ですね、載っているんですけれども、その部分においてはまだ訂正あるいは市長としての反応がですね、違うんだという釈明は載ってないんですけど、いや、ですから僕自身のそのペーパーで、あとどうそれをサンフランシスコ市がそれをどう使うかというのも先方次第だと思いますね。役所として今回作ったペーパーをどう活用するのか、ちょっとまた佐藤さん企画するので考えてもらいますよね。大阪市の方のページには出すんですよ、僕の市長の市長のところではこれ出すべきだと思う、まあ、ちょっと一度検討します。これで姉妹関係が傷つくとか、そういう発言によってですね、そういったことを考えて、いや、それ影響あると思いますので、きちっとこれは正確に伝えなきゃいけないですね。よろしいですか。あ、すいません。まあ、ただね、まあ、意図的にって、まあ、当初はそうだったのかどうかわかんないですけど、その後は、ね、全文記者のやり取りとか、それから英文と和文、英文、それから僕の当初の動画と、まあ、特にその後のやり取りを全部、まあ、確かに朝日新聞はしっかり載せてます。で、趣旨も、まあ、僕はこれ違うじゃないかっていうのは、やっぱり最初の必要っていうもので、あれで違うじゃないかってやったもんだから、その後は、ね、丁寧にやってくれてるのは間違いないですよ。だからそれは他の新聞に比べて相当中身を、詳細にこちらの言い分とだけども、やっぱり過去にもこういう発言してたよねということをしっかりとこうしてくれてるのは、それは分かりますけども、多分そこまでやってるのは当初の見出しがやっぱり問題だったかなっていうのはどっかにあるんだと思いますよ。で、ただあんだけ全やり取りとか、それから、和文英文全部掲載してるのが、あれ全部朝日デジタルで有料のところにやってるでしょ。なんで無料のところにやってくれないんですか。僕あれツイッターでここに英文載ってますって拡散したら、あれなんかみんな朝日デジタルに入らなきゃって入ってる人も多いんじゃないですか。まあ、それはまあ有料無料はどうでもいいんですけども、まあでも確かにそれ以降は、ね、やり取りをまあ載せてるとは思うんですけども、これ朝日だってイヤホン問題については、ある意味謝罪としてやってきたところもあるから、出だしはやっぱり、非常に客観性を変えてたと思いますけど、まあ、あとはいろいろフォローはしてくれてますけども、やっぱりこういうのは出だしが重要なので、まあ、最初にだから一問一答とか全体の分野投稿を載せてきたというのは、そういう意味では、まあ、ある意味フェアじゃないですかっていうのを言ったんですけど、まあ、そこの点についてはもう全文も含めてですね、当初から、まあ、全部が全部
あれかもしれませんけども、なんかその見出しで失敗したからそれをフォローするためにという意味ではなくて、なるべくあの読者に伝えようというのはあって、まあ、意図的なものはないということだけはちょっとそれは、いやそれはだからもうお互いの認識の違いだからしょうがないじゃないですか。そしたらもうあの有料じゃなくて無料のところで何でも載せないですから。その発言そのものに全くやっぱり問題はなかったというふうなお考えなんですか。その要するに報じ方、もっぱら報じ方のせいであると。いやだから問題っていうのは、うん、そのこれこのような騒動といいますか、だからどこに問題があるんですか、僕の発言の。橋本市長ご自身の認識、それから言葉、の選び方、まあ、どこの言葉が問題、先ほどおっしゃってましたけども、風俗営業の利用のところ、そこはもう問題だったんで、撤回されました、撤回しましたけどね、はい、イヤホン問題のところは、だからどこが問題なのか、時代状況として、それが必要だったことは誰でも分かりますよねといったところがですね、市長の説明の仕方として、意図の説明の仕方として、不十分であったのではないかと。いうふうな認識はない。でも世界各国の軍がその当時女性を利用していたと、そのことを伝えるにしても、その言葉、要するに言葉足らずであったと。いやそれはだから、もしそうであれば、こういうやり取りの中で記者が正してくれればいいんじゃないですか。それは記者が正して、あの最初の質問で、最初のご発言では私がというのもなかったですけれども、うん、逆に当時はとか世界各国はっていう主語もなかった。いやでも上の文脈で世界各国の軍の話をしてたでしょ。なのでその後そうじゃないんですよと、こういう囲みで言っていただければ、そこを市長がまあ訂正あるいはきちんとあの分かるようにご説明いただければ、そこで納得ができたと思うんですけれども、それを誤報だという話になると、最初のことを考えるとそれで誤報と言えるのかと言われると、我々としては誤報とは認められないと思います。まあそれはメディアはそうでしょうけど、僕は誤報だと思ってますので、うん、それはね。だってこういうやり取りの中で、じゃあ、まあ何べんも言いますけども、あの言った発言要旨を200字以内にまとめるということになればね、はい、だって世界各国の軍がその当時それを利用してたでしょと、うん、ということを言った上で、まあそういう女性を利用していた、まあ、世界各国の軍が必要としていた、まあ、そういうふうに、なるし、大体ですよ、今のこのご時世で慰安婦制度が必要だ、慰安婦制度は絶対に必要なんだということを言い切れるあの政治家がいるかどうかということですね。それは僕の以前のその発言とかを見てもね、この5年間それは絶対に必要な慰安婦問題が生じた時にも、ね、いや慰安婦制度は絶対に必要だと、軍の規律維持のために今も必要なんだと言ったことは一言もありませんし、ね、だから大体そんなことを言ったら大問題になるなんてことは誰でも分からなくなるんです。今がとは多分みんな思わなかったと思います。当時という文脈で主張は容認されていたのかなというふうに、あの発言ですと、それこそ文脈で判断すると、まあ、そこは認識の違いだということがあの分かりましたけれども、うん、その後の囲みで、だからそれだったら、まあ、メディアとその政治っていう関係の中で、まさにその言葉を引いて、とりあえずこういう言葉を言ったから報じるっていう前に真意はどうなんだっていうところのやり取りがあっても僕はいいんじゃないのかなと思いますけどね。だってそれは言った言葉だけを聞いて、そう報じるっていうことは、その意味は何かって言ったら、まあ、上げ足取りっていうか、真意を確認せずにそういう言葉を発したっていうことだけでとにかく報じようっていう、まあ、そういうスタンスなんですからね。だから本当に僕らが言ってる政治家が考えてることは何なのか、あいつが言ってることはどういう意図なのかっていうことをきちっと探って確定するっていうことがメディアであれば、それはいくらでも質問ができるわけですからね。でまた皆さんが国民的な視点に立って、国民の皆さんが政治家の言葉を聞いておかしいなと思うところ、ここはどうなんだろうと思うところを、まさに国民の皆さんの代弁者として僕らに投げかけるっていうのがメディアの役割だというふうに思ってます。だから僕が本当にそういう意図があるんだったら、どんどんその意図を追求していって、お前の考え方はおかしいぞということをしっかり発表すればいいわ。まだそういう議論が生煮えの状態で、あのこちらはもう必要としていたということでわーんとそれをやれば、それは僕は
今の現代社会において報道の自由や特に報道の自由が果たすべき責任という重い責任ということを考えれば僕は誤報だというふうに思います。それぐらい皆さんはやっぱり重い責任を負っているというふうに思ってますから、ね、だから僕が追及されるのはもう当たり前の話ですから、だからきちっと皆さんのその質問とかインタビューで僕の考え方おかしいところそういうところを炙り出すっていうのは絶対皆さんの役割だと思いますけど、それ炙り出しの前のところで言葉だけを報じるっていうのは本当の意味での報道の自由じゃないというふうに思います。炙り出しの作業なかったですけど、あの段階では確かにそのそういう炙り出しというかさらに追加の質問はなかったですけども、例えばその慰安婦の方と面会する、まあ、100人ぐらいの集まったこの囲みでの説明をもし13日の段階にしてたら全然状況は違ったと思います。つまりそれは何かというとその慰安婦制度はあってはならないものだった、慰安婦の方には謝罪しなければいけないという言葉は、まあ、今は丁寧に説明いただきますけれども、当時まではそれ以前の発言も含めてやっぱその慰安婦の方にへの謝罪であるとかそれはあってはならないというのはやっぱりなかったです。それがなくて必要っていうのが最初に出てきたっていうことで、まあそこは見解の違いなのかもしれませんけども、だってあそこでだってでも210内で要点をまとめろって話になれば、あそこで言いたかったのは歴史認識を問われて、僕は敗戦国家として侵略と植民地政策というのはしっかり受け止めなきゃいけない、しかし敗戦国だからといって何でもかんでも言われっぱなしってわけではなくてね、事実誤認とか一方的な不当な侮辱ということに関してはね、しっかり言わなきゃいけませんよね。その中で慰安婦問題を挙げて、法の談話と2007年の閣議決定というものがある中で、ね、今日本の立場としては国家が組織的に拉致をしたとか人身売買をしたという立場に立っていないにもかかわらず、世界はそう見ているところが慰安婦問題、これが日本が一方的に侮辱されているところですよ、そういう文脈の中ですから、そこの説明の中に、まあ、世界各国はみんなそういう女性を利用していましたね、それが歴史的な事実ですよねっていう、まあ、ある意味これ、僕らが判決書くときに言うときの暴論というところですよね。それはだって皆さんの入社試験のときに、じゃあ僕のあの発言内容を持ってですね200字以内に記事まとめろって言ったら、見出しのところには慰安婦制度必要、慰安婦制度容認という話じゃないと思いますよ。歴史認識を僕は語って、敗戦国家としてはしっかりと侵略と植民政策をまず認めなきゃいけない、だってこれがまず一番のメインですよ。あの時高市早苗さんの発言とか安倍首相の発言をもとに僕のところに質問が出たわけですから、でそれを言う、でも僕はそれだけで だからといって一方的な不当な侮辱についてまで全て認めるわけにはいかないから、やっぱり抗議すべきところは抗議しますよ。もうここで200字もう終わってしまうじゃないですか。その中に慰安婦制度必要とか慰安婦制度容認なんていう話は、それは歴史的な文脈を説明する中で言ったわけですから、あの中で僕は慰安婦制度が必要かどうかっていうところが論点じゃないのでね、それはあってはならないことだとか慰安婦の方に対しては謝らなければいけないっていうのは、その後皆さんが設定した論点に対して僕が答えたわけですよね。僕は慰安婦制度を必要だとか僕は慰安婦制度を容認したっていうような論点設定になってしまったから、それを違いますよって説明するために、今度はあってはならないことだとか慰安婦の方には謝らなければいけないっていう話をしてるわけだって、当初の僕が話したその内容をそれこそ100字以内にまとめろとか200字以内にまとめろっていうことになると、ね、その慰安婦制度を必要かどうかなんていうのは議論じゃなかったと思います。その暴論っておっしゃるところを自らでも語られたわけですよね。その問われて暴論というのは暴れるじゃないですか。分かった傍らの方ですよ。だってそれは、はい、メインの言うことを説明するために必要な話なんていくらでもあるじゃないですか。でその要するに暴論の語り方がですね、誤解を非常に呼ぶ、まあ、それはだから認識の違いなので、もうこれ以上やっても仕方がないのでね、やっぱり僕はそれはそうであればあの中で、不当な侮辱に対してはきちっと言わなきゃいけませんね、事実誤認については言わなきゃいけませんね、世界各国が当時女性を利用していたのになぜ日本だけが不当に批判を受けるのかといえば、この河野談話と閣
議決定というところ、閣議決定というところが問題点となっていますよねという中で発言したところですからね。それは見出しで僕がメインの論点として言ったことでも何でもない、何でもないですからね。そうであれば歴史認識の問題について維新の会の中でもいろいろ議論がある中でね、僕はもう代表として、まあ、石原代表とはもうここは統一させないというふうに言いましたけど、安倍首相は学術上定義がないし歴史家が判断すべきことだ、侵略をしていないとは言っていないけど侵略をしたという積極的にも言ってないわけですね。で高市早苗さんは侵略っていうところについてはしっくりときていない、僕はもうこれは侵略として認めるべきだと言った。本当はそっちの方がメインのお見出しになるべきだと思いますけどね、本来は。だって200字以内であれ皆さんまとめて入社試験で僕が13日で言った会見のあれを200字以内でまとめろって言った時にはそこは問題点じゃないことはもう明らかだと思いますよ。それは要約すればよろしいですか。どこかどこかっていろいろ認識の違いがあると思うんですけど、はい、13日の囲みでは、まあ、朝方に昼ですね、当時慰安婦が必要だったということは、まあ、大丈夫かなということを発言されて、でその体調時の皆さんにさらに米軍のその不足量活用でそれでどうしても我々としてはそれ一つ時の発言が出てきますので、でそこで不足量の活用を進めたというところで、まあ、市長はその軍とその女性という関係について女性がそういうその軍隊の一つの役割として女性がそういう立場になることもあるということをそういうお考えもあるんだなっていうふうに受け取らざるを得ないですから、その最初の発言でその当時どうだったかとか諸外国がどうだったかっていうところもそうなんですけども、その後のその夕方の発言と一続きでやっぱり考えてしまう。そうするとやはり橋さんも含めて当時必要だったっていう受け取らざるを得ないかなと解釈したんですけど、ただそれはだから記者の方が感じたことですから、一言僕にね、じゃあその後の発言でじゃあそういうことだったら慰安婦制度必要だと考えてるんですかっていうふうに問うてもらえれば、そんなの必要なんて僕から言い切れ、そんなの言えるわけないじゃないですか。だからそういうふうに疑問を持って、じゃあこいつはやっぱり女性の利用というものをやっぱり必要だと感じてるんだなとか、そういうのを思ったらですね、そこを問うてもらってね、どうなんだと、慰安婦制度というものはやっぱり必要だと思ってるのかというふうに一言言ってくれれば、僕は違うというふうに言いましたけど、そこの問いなく、僕が発言していない、僕は慰安婦制度必要なんて一言も言ってないことを、いろんな全体の文脈から推測してね、見出しに慰安婦制度必要って打つのは、これは僕は誤報だと思いますよ。だからそれは確かに全体の文脈の中でそう感じたのかもわからない。だから僕はあそこは米軍に対しても不適切だと思ってるし、その戦場での性の問題とか軍の性の問題、タブー視しないで考えようとか、もっと真正面から本気で軍の規律維持をね、コントロールを考えてくれっていう意味合いで、こっちは言ったつもりだけれども、全体の文脈から、もしかしたらあいつは慰安婦制度を必要だというふうに考えてるのかなというふうに思ったんだったら、それを確認してから、ね、見出しに打つべきだと思うんですけどね。だって僕は一言も言ってないんですから、慰安婦制度必要なんて。ああいうふうに見出して書いたら、僕がそう言ったとか、ね、僕がそう考えてるっていうふうに、やっぱり国民の皆さんは思うと思うんですね。その国会の協会に入っていても、母法問題っていうのにあまり紹介がなかったので、母法のその点について、質問が出ないので、やはりその、認識をこう、橋本さんもその認識を改めて問うっていう論理をちょっとすり替えてる部分があるんじゃないかというような指摘があったのは、そこも、その米軍 の, その発言と、一連でやっぱり見ているので、そういう指摘がこうすり替えていかないっていう、こう、悩
いや、だからいいんですよ。あの論理すり替えとかね、言ってることが変わってきてるじゃないかっていうのはいいんですけど、でも違反制度必要っていうのは、ね、言ってないことですから。だからあいつはあの何か趣旨がね変わってきてるとか、問題提起の仕方が何かをずらしてきてるとかね、それは結構です。あのいろんな僕が言ってることを見て、こことここは矛盾してるとか、これはちょっと論理に飛躍があるんじゃないかっていいですけど、だっていや、その問題と慰安婦制度必要というのを言ったかどうかってこれ決定的な違いだと思いますよ。それはだって言ってないし、そんなことを表明もしてないし、それをだから全体の文脈とか論理のすり替えだとか批判はいいけれども、言ってないことを文字に起こして、見出しに打つとか、まあこれ新聞だけじゃなくてテレビの方だって仕事が抜かした形でね、その必要だっていうところだけを流すっていうのは、それは僕はやっぱり報道のあり方としては絶対に違うと思いますけどね。ご本人としてはおっしゃっていなくても、そういうことを言って言うであろうと受け取る人が、もちろん全文掲載をした上で、それを読んだ上でそういう経緯ですね、あの中の中に そういう考えがあるんじゃないかというふうに読み取る人は、それだったらもうしょうがないです。そういうふうに感じられるんだったらね。でもそれはメディアが勝手に慰安婦制度必要と僕が言ってたっていうのを報じるのは違うと思います。国民の皆さんが全体を見て、あ、こいつはどう考えてるんだろう、こいつはこういう考え方なんだなっていうことを感じるのはいいと思いますけどね。だってメディアの皆さんは僕と直接これ接してるわけですから、あそこに慰安婦制度必要っていうふうに書けばね、全体の文脈はどうであれそう言ったんだとか、あいつはそう考えてたんだってことを皆さんに伝えたんだっていう、それは受け取るじゃないですか。だから今言ったように国民の皆さんがどう考えるのか自由ですよねって言ったのと同じようにね、国民の皆さんがどう考えるかにやっぱりそれは重要な影響を与えたと思いますけどね。だからあの一問一答見て、あ、こいつはダメだなとか、こいつは許されないなって思われたら、もうこれはもう全責任僕ですよね。言ってないことを文字に書いたりとか、言ってないようなことについて主語を抜かしたりとかして、そいつがこう考えてるって思われるような報じ方っていうのは、僕はこれは絶対に違うと思いますけどね。だってそんなことをやったら、会話をしているところの本当にワンワードとかツーワードの中にね、全体の会話の中でもそれは言っちゃいけないよねと、そのワードだけ取り出したら、まあある意味、公に発しちゃいけないような言葉、それがでも全体の会話の中でどうしてもその言葉を使わなきゃいけない場合の時にですよ、そこだけポコンと切り出されて流されたら、それは大変なことになりますよね。だからそこはやっぱり全体の文脈から考えて、判断していくっていうことは必要だし、でまたましてややり取りをするこういう機会があるわけですから、はっきりしないんだったらそこで問うてくれれば僕は答えるわけですからね。だからそこは真意を確認するというよりも、あの言葉を報じてやろうっていうことの意図が働いたのは明確だと思うんですよ。もう真意を本当に確定してやろうと、こいつは慰安婦制度を必要だと思ってるのかどうなのか、そこを暴いてやろう、正してやろうっていう意図があるんであれば、そこを多分質問で追及してくると思います。でそこのやり取りのしどろもどろさとか論理矛盾とか、そういうものがあるんだったら、それを全部出してもらえれば、あ、こいつ記者にやられて、もう右往左往して、なんだこいつ絶対嘘ついてるよねとか、そういうのは全体見れば、あとはここで皆さんが判断するじゃないですか。でもこいつが考えてることを暴いてやろうとか追求してやろうとか、確定してやろうっていうことではなくてね、あ、この言葉が出たからこれは報じてやろうっていう、僕は今回の報じ方だというと思いますけどね。意図を確定してやろうとか、僕の真意を追求してやろうっていう意図があるんだったら、もっと厳しく質問してほしかったですけどね。あ、すみません。日経新聞の井上と申します。はいはい、これまで市長の一連のご発言の中で、女性の活用ということを当初おっしゃってたと思うんですが、はい、この1週間ぐらいは一貫して女性の利用というふうに言い方を変えられてるなという印象を受けたんですが、その市長の中で、言葉の伝え方といいますか、メッセージの発表し方というところに。まあ、それは男の問題でね、どちらの方が言葉が適切かというのは、そういうことですね。という言い方だとちょっと間違った伝わり方する。まあ間違ったというか、ニュアンスとかね、取られ方とかね、
それはだからきちんと時間経って説明していけば、それは僕だとこうやって言葉しゃべってアナウンサーでもないわけですから、全部きれいに言葉使えるわけじゃないですから、それはやっぱりそういう言葉が不適切であれば直していくというのは当然のことだと思います。ただ全体の分というか、あの時はあれもどう考えてもそうですけども、200字以内にまとめるとか100字以内にまとめるって言ったら、僕の歴史認識と、僕はある意味村山談話っていうものをしっかり受け止めなきゃいけない、政治家としてね、それを受け止めなきゃいけない。でもやっぱり一方的に事実と違うことを言われることに関しては言うべきことを言っていきますよと、その中での慰安婦制度の慰安婦の問題を挙げて、村山談話、河野談話、2007年の閣議決定の話もし、なぜじゃあ日本が誤解を受けているのか、それはその中で世界各国が戦争時においてはやっぱり女性というものを利用していたじゃないですかという中で、まあ、必要という言葉を出して、でそれはもう全体のあの時の話の本質とは全然違いますからね。あの時に慰安婦制度というものは必要ですか、どうですかという質問に対して、僕が必要ですとか、それはやっぱり絶対必要じゃないですかって話になれば、こいつどういう考え方なんだろうってなりますけども、あの時は歴史認識の話で、僕はもう侵略ってものを認めるっていうことに関して、まあそこが一番大きな僕の発言の趣旨だったというふうに僕は認識してましたね。すみません、もう一点、全然違う話なんですが、地下鉄バスの民営化について、はい、維新外の高い派の方から特別委員会を設置してまた議論していこうという動きがあるんですが、維新の市議団に対しては市長の方から何か指示をされたりとかしてますか？いや、僕はもうそれは会派に任せてます、ね。特別委員会を設置して、これから議論していくというのもありだっていう。いや、わかりました。これはもう議会が3分の2の議席を確保するために、まあ、いろんな折衝をやるでしょうか。それはもう議会の方に、まあ、お任せをしています。あとすみません、また別件なんですが、はい、北区の天満でですね、親子が餓死したという事件とか事案がありまして、住民票の届け出がなかったようなので、まあ、なかなか行政的な措置は難しかったのかもしれないですが、まあ、一応というか、その大阪市内で、今の時代に出しているのはなかなかちょっと、あれでもあるんですけども、ね。だからこれだけ地域コミュニティが希薄になってきた時代においてはね、すべて役所が、またその地域コミュニティが、一人一人のご家庭の状況を全部把握するというのはそれは無理ですね。で特にプライバシーの問題もあり、個人情報保護の問題もあって、行政が市民の皆さんの一人一人の生活状況を全て把握するというのはこれは無理だと思います。だからこそね、一言言ってくれれば、親子もね、一言帰宅役所に電話を入れてくれればもうなんとかなりましたよ。それはだから一言電話を入れてくれればっていうところができるような体制は、環境づくりはこれは役所の仕事だと思ってます。ですからできる限り広報するとかね、困った時には区役所に電話をしてくれっていうような話をね、繰り返し、周知徹底していく、そこが役所のできる限界でもあり、役所がやらなければいけないところですね。やっぱり最低限困った時に、これはピンチの時にね、電話1本かけてもらうっていう、そこまではやっぱり住民の皆さんにお願いしないと、今の個人情報保護、プライバシー保護の状況の中で、役所がこの転退室、引っ越してきたり、また出て行ったりする、そういう大都市のね、中において一人一人の住民の生活状況を全部把握するというのはなかなか難しいですね。本来であれば地域コミュニティ、このものをしっかり再生して地域コミュニティの中で住民の皆さんのお互いの相互扶助というものもお願いしたいところでもあるんですけど、それもなかなか難しいんでね、やっぱり最後は役所に困った時には一本電話入れてくれればね、なんとかなるということを市民の皆さんにしっかり周知徹底していきたいですね。